マンピック配信開始おめでとうございます。9月に発表されたモンピック小さなドラゴンと龍化の少女が本日ついに配信開始となりました。カカリアスタジオの新作カジュアルゲームということで、楽しみに待っていてくださった方ありがとうございます。今日はモンピックがどういうゲームなのかを簡単にご紹介しつつ、物語冒頭のプロローグをプレイしたいと思います。カカリアンズ。さて、まずはモンピックというゲームについて概要をご紹介していきましょう。モンピックはハッピーエレメンツカカリアスタジオから発売する新作カジュアルゲームです。ジャンルはモンスターハートフルアドベンチャーとなってます。基本的にはストーリーを読むのがメインになるゲームだね。ストーリーの合間に探索パートが入っていて、ちょっとした謎解きも楽しめるよ。ストーリーのあらすじとしてはこんな感じ。読み上げますね。いつかまた会えたらいいね。ここは人間と魔物が存在する世界。長い歴史の中で時に争い、時に協力しながら共に生きてきたのです。ある日、森に迷い込んだ少女ゆずきは森の中で美味しそうなリンゴを見つけます。ラッキーと食べたところ、そこへ一匹の幼いドラゴンピコがやってきて、突然の大号泣。それは特別なリンゴで、ドラゴンの成長に不可欠なドラゴンアップルだったのです。ドラゴンアップルを口にしたゆずきには角が生え、龍化が始まってしまいます。ゆずきは無事に元の人間に戻ることができるのか。そしてドラゴンアップルを失ったピコは立派なドラゴンになれるのか。彼女たちの旅路を導いてあげましょう。モンスターと人間のハートフルストーリーって感じなのかな。そんな感じ。メルストとかが好きな人は絶対好きだと思う。確かにモンスターと共生するって点ではメルストの世界観に通ずるものがあるね。さて、プレイしたくてたまらない気持ちになってきたところで、紹介はこの辺にして早速始めていきたいと思います。今日はプロローグをプレイするよ。物語の冒頭になるから、ぜひ購入の参考にしてみてね。それではスタート。ここは人間と魔物が存在する世界。かわいい。人間と魔物は長い歴史の中で、仲良しさ、時に争い、争ってるかわいい、かわいい、時に協力しながら、共に生きてきたのです。働いてるじゃん、かわいい、かわいい。まさか足を滑らせて崖から落ちるなんて、いくらなんでもドジすぎる。あまりここら辺で見かけない魔物がいたからって不用意に崖下を覗くんじゃなかった。魔物が好きなんだね。ね、うん。というか、学校の課題のためだからって森に来たのがそもそもの失敗だったかも。あの形の木があるってことは、やっぱりさっき通ったところだ、ここ。いきなり大変そう。迷子だ。もうずっと同じところをぐるぐるしてる。どうしよう、町への帰り道が見つからない。これって遭難してるってこと？すごいあれだけど、いきなり大変じゃん。いきなりクライマックス、うん、本気でやばい。疲れて一歩も歩けなくなる前に何とかしないと。お腹も減ったな。なんかご飯あげよう、ご飯。なんか音楽はほのぼのしてんのに割と、ね、いきなりハードですよ。疲れて歩けなくなる前に空腹で歩けなくなるのが先かも。せめて何か食べるものがあればいいんだけど。ありそうだけどね。かわいい。グミチュ、グミチュ、色が違う。色違いだ。あ、かわいい、かわいい。始まったよ。ここで食べ物を探してあげるんだね。揺れている草むらがあるね。何かいるのかな。これは食べ物かな。行くぞ。タップしてみて。
こかな。あーあー、グミチュー。かわいい。かわいい。こんにちは。こんにちは。君は、なんだ、グミチューがいたんだ。グミチュー、かっこ自然。かっこ自然。自然を司ってる。自然属性ってこと？森の奥まで来ちゃったし、せめて課題のレポートのために珍しい魔物でもいたらいいんだけど。グミチュは珍しくないってことなのかな。ね、珍しくないって。え、でもそこら中にグミチュがいるね。いいね、癒されそう。癒されそう。かわいいな。お腹空いてされるところじゃないか。もう少しこの辺りを調べてみよう。自然ってまあまあ司ってるよね。ね、グミチュ自然。黄色いグミチュは？君は何属性だい？そうやってすぐ人に属性を聞くんだから。何属性だい？喋んない。何属性だい？喋りません。君は自然かい？サラ？え、サラって どういうこと？サラって、 え、 え、気になる。サラ？サラ？サラ？え、サラ？あの、花サラサラとは？わかんない。気になる。え、黄色は？喋んない喋んない。喋んないんかい。電気属性かな、やっぱ。あ、まあ、でもそんな気はする。あ、グミチ、プルプルしてる。あ、これは完全にゼリー属性。これは完全に水属性。水か、ゼリーじゃないか。待って、食べ物どこだろう。ね、タップしてみよう。食べ物探すんだ。食べ物、そうだ、食べ物探すんだ。ああ、大変なんだから、お腹空いて。つい癒されてしまったけど、うん、これとか食べれそうじゃない？ね、違うな。グミチュ、グミチュのがなんかの前はこれ。そうそうそう、このな意味ありげな葉っぱ押します。はい。あー、これだー。これだー。リンゴ？リンゴ？ハテナついてる、ハテナついてる。この首のところが確かにちょっと特徴的だけど。いや、やめた方がいいと思うよ。ハテナだよ。いや、もうでも食べる気だよ。リンゴがあってよかった。ゆずきさん、ハテナついてますよ。神様は私を見放さなかったんだ。こんな美味しそうなリンゴを見つけられるなんて。大丈夫かな。これを食べてまた帰り道を探そう。いただきます。まあでもお腹空いてるからね。死ぬよりはね。うん、うん、美味しい。美味しそうだったもんね。確かに本当にこのリンゴ美味しい。この森にこんな美味しいリンゴがなる気があったなんて、町の人たちは知ってるのかな。この世界の食べ物美味しそう。かわいい。かわいい。僕なの。ギャギャ、かわいいね。うん、珍しい、子供のドラゴンだ。なんでこんなところに。ドラゴン自体は珍しい。珍しいんだね。ないのかな。サラマンダーにしてはちょっと違うみたい。いきなりかっこいい名前。何の種類のドラゴンなんだろう。笑わせないで、笑わせないで。課題のレポートにちょうど良さそうだし、後で写真を撮らせてくれないかな。あー、ごめん、どうしたの。リアコ泣いて。僕なの。キャウワー。びっくりした。何、どうしたの、なんで急に泣くの。僕もびっくりしたよ。あ、かわいい。泣いてる。泣いてる。ギャウ、あ、ギャー、ギャー、キュー、カウ。うん、うんじゃないのよ。何？わ、ギャウ、ギャウ、ギャー、ギャウ。かわいい。いた、ちょっと何すんの。叩かないでよ。怒ってる？怒ってるのかな。でも泣いてる。泣きおこ？うん、おこ泣き。かわいそうだけど、かわいい。あ、かわいい。うるるいてる。どうも、さっき見つけたリンゴってこの子のご飯だったみたい。はあ、そういうことか。勝手に食べちゃったのは申し訳ないけど、さすがにそんなのわかるわけないよ。隠してたのかな、あの葉っぱって。あ、そうかも。動物の習性っぽい。名前が書いてあるわけじゃないし、リンゴに名前書いてあったらびっくり。森で拾ったんだから、木になってるリンゴが落ちただけって思うじゃん。まあまあ、確かにね。あー、かわいそう。ごめんね。ごめんね。もうごめんってば。いい加減に泣きやんでよ。町に戻れたらちゃんとリンゴを弁償するって。もちろん一番いいやつ買うから。いっぱい買ってもらおうね。泣きやんで。ゆずきちゃんもかわいい。うん、困ったな。
どうしたんだろう。とにかく泣き止んでもらうために早く町への帰り道を探さなくちゃ。帰り道を探すのかな。なんかさ、これ動物みたいな形してない？え、探索スタート。動いてますね。で、静かに乗る。え、待って、グミチュー。うん、グミチュー。なんか持ってる。何？ラブレターですか？誰から誰への？まずこれを見ていいかな。うん、いいよ。よいしょ。気になるね。教えてくれないの？教えてくれないの？教えてくれないの？ダメなの？こんなに気になる。あからさまなのに、わかんないの、うん、それ。あの黄色のグミチュー、謎が多いよね、さっきから喋ってくれないし。ね、名前つけようかな。ミステリアスグミチュミステリアスグミ。そのなんか動いている。動いている、そこは。こうしてみるか。うん。はい。あー、え、誰？君は？はじめまして。はじめまして。え、でもなんか、はい、落ち込んでる。落ち込んでる。君も？あ、郵便局屋さんなんだ。あ、ん、いつも郵便を届けてくれるウルーダだ。え、ぼ、僕？うん。おお。でもなんだか元気がないみたいだね。もしかして郵便をなくしちゃったとか？大変だよ。大変なことだよ。なんか今さらっと聞いてたけど大変だよ。そりゃ困るよね。元気出して、元気出して、元気出して。え、探す、探してあげよ。探してあげよ。郵便物だって。でもさ、私心当たりあるよ。あ、あ、そういうことか。これ、これだ。君のラブレターじゃなかったんだね、ミステリアスグミーチュー。え、絶対違うと思う。あ、グミチュの下に手紙が。あ、光。どいてくれる気配がない。え、光って書いてあった。光。あきゃ、グミチュは雑食だったと思うんだけど、木の実とか食べるかな。探してみようか。やってみようか。水の入った水蓮の葉。ほうほう。何かに水をかけるとき使えそう。これだ、これだ。あ、こうだ、見て、見て、グミチュー、見て、あげちゃダメだって、あげちゃダメだって、他の人にあげないで。はい。あ、びっくりしてる。どうなの？かわいい。いや、びっくりする。え、そりゃびっくりするわ。リハくん。ゴーゴーゴー。うわ、本物のクレイシーだ。クレイシー。やばい、怒らせた？キャー、かわいい、見て、ほっぺた、ほっぺたかわいい、ね、ぷにぷに。どうしたの？何？え、お花だ。 え、見て、ニコニコ笑顔。ゴー。え、お花？くれるの？あ、ありがとう。ゴー。いいキャラしてるな。いいキャラしてる、かわいい。お花を獲得しました。わあ、やったー。頭にでもつけて、でかい、でかっ。満足そうな顔してる。いや違うよ、食べ物を探してるんだよ。あ、そっか、うん、これは、これ何？取っちゃいけないと思う、人のだから。そっか、食べ物。おーい、花をどうする？お花好き？うん、なんかいろんな人にちょっと。お花好き？お花は食べ物に入りませんか？確かに、お花食べる？食べないと思う。食べない。あ、じゃあって言って、お花は、花を隠すなら、うん、木を隠すなら森の中、うん、花を隠すなら花の中、花の中、絶対違うと思う。どうしたらいいんだろう。ヒント見る。え？ヒントっていう項目が右上にあるよ。あ、ほんとだ、うん、見ちゃう。見つけちゃった。見る。見ようか。見ようか。切り株が揺れている。プライバシーだからね。はい、どうぞ。はい、君、手紙落としたでしょ。ほう、
でさ、近くに家とかない？絆創膏とか欲しくて。ほほいい子。かわいい。動きがかわいい、うん、お、ついてこいってこと？助かった、行こう。あ、元気になった。元気になった、よかったね、ちゃんとお仕事できる。うん、ん？あれ？あそこにあるのって民家だ。よかった、助かった。まさかこんな森の奥で暮らしてる人がいるなんて。ちょっとちょっと、ドラゴンくんやったよ。あ、まだ泣いてる。本当だ、泣いてる。あそこの家の人に帰り道を聞いたら、町に戻ってリンゴを弁償してあげられるから。ごめんね、ギャウ。嬉しそう、よかったね。すみません、誰かいませんか？返事がない。空き家じゃないよね、だってかまどに火が入ってるし。誰かいるね。かまどに火が入ってるのに無人、もしかして留守？待って、それは困る、せっかく助かると思ったのに。どうしたの？気になるね、うん、気になるね、気になりますね。なんで急に引っ張るの？いきます、うん、はい。ドアが開いた。あ、かわいい。あ、ほんとだ、かわいい。どうしようってなってる。このまま入ったら不法侵入ってことになる、うん、けど、うん、今は遭難一歩手前の緊急事態、うん、背に腹は変えられない。ごめんなさい、お邪魔します。ゆずきちゃん、なかなか思い切りがいいね。ねえ、でもこういう子めっちゃ好き、うん、ほら、ドラゴンくん、君もおいでよ。あっ、かわいい、かわいい。うわ、汚な、足の踏み場がないし。本当にこんなところに人が住んでるのかな。あきゃ、そのつついてる白いふわふわのものは何？モップ？うわ、キャウアウ、動いたのかな。どういうこと？どういう状態？かわいい、中乗ってるよ。モップじゃなくて丸まってた魔物だったの？あ、大丈夫？止まって、ドラゴンくん。びっくりしてる。あ、すごい、やばい音してる。めちゃめちゃか。ごめんなさい。バカ、止まりなさいってば、壁にぶつかるって言いたかったけど遅かったか。どうしよう、人んちだ。やばいね。あ、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる。あらあら、なでなでしたくなっちゃう。かわいいね。ねえ、大丈夫？ん？今のガチャンって何の音？何の音？うわー！すごい音がしてる！鉄格子が降ってきた？うぎゃうー！やばい！助けを求めてここに来たのに、状況がさらに悪くなってない？どんならガシャン言ってた。どうすんの、この最悪の状況。どうしよう。誰かー！あ？ん？わあ、急にイケメンが。かっこいい。ここはリアン君。大きな音がしたから何かと思えば、変な泥棒が二人も捕まってる。捕まっちゃったの？かわいい方に乗ってんの。よかった、助かった。やっぱり住んでる人がいた。でも、なんか変な格好の人だな。イケメンだけど変な格好ではある、うん、頭に角みたいな飾りつけてる、うん、気になってた。こんな森の中に住んでる物好きな人だし、ちょっと変わった人なのかも。とにかく今は助かるなら何でもいい。ん？よく見たら泥棒じゃなくて魔物か。かっこいいね。ナイスタイミング。いい笑顔ですね。いい笑顔。ちょうど被験体の調達に行かないとと思っていたし、こっちの個体は体も大きいから。人間のことも魔物扱いしてる。どういうことですか。待って、違うってば。勝手に入ったのは謝るけど、うんうん、私は泥棒でも魔物でもなくって人間だから、うん、この森で遭難して、それでここに助けを求めに来ただけなんだってば。人間？イエス。何？なんでこんなに疑わしげなのよ。どっからどう見ても人間でしょ。グミチュじゃないもんね。グミチュじゃない。
本当に人間ならつまらないな。いや、この場合は面白いのか。ミステリアス、グミチより、グミチよりこの人の方がミステリアス出てるよ、うん、まあいいや、ひとまず信じよう。ありがとうミステリアスかい。今出してあげる。センキュー。そのまま檻の中か、居心地がいいってことならそのままいてくれてもいいけど。ちょっと、ちょっと意地悪っぽいかっこよさだ ね。出る、出ます。ギャウー、怒ってる。かわいい、怒ってる、怒ってる。出してくれって。そう、そうじゃないよ。そうじゃないのよ、檻の中は嫌なのよ。檻の中は嫌だよ。でもかっこいいからいいな。カリン、属性聞かなかったね、あの人。あ、ミスティラスガイ、ヘイ、アユー、何属性、何属性、アユー、何属性、過去自然とかじゃない。いや、自然属性な顔してない。はあ、助かった。ハフー。ねえ、ため息まで可愛いね。ねえ、つくよ。ちょっと、君がやれやる感を出すのはおかしいでしょ。まあ、暴れ回っちゃったからね。元はといえば、ドラゴン君が暴れたからこんなことになってるんだからね。かわいい。この目、この目かわいすぎる。ふんって。あ、何よその態度、生意気だな。この二人のやりとりめっちゃ好き、うん、似た者同士というかね。確かにリンゴを食べちゃったことは私が悪かったけど、今回のことでチャラでもいいぐらい。リンゴを食べた？え、あ、うん、そう、私が森で拾って食べたリンゴがどうやらこの子のご飯だったみたいで。ギャウ。ああ、なるほど、そういうことか。待って、やばい、ワクワクしてきた。どうなるんだろう。だから人間、確かにこのドラゴンはラーバドラゴンの幼体だし、この仮説は正しそうだ。頭いいんだ。やっぱりこの事例はかなり興味深いな。仮説って言葉を使う人は、どういうこと。頭いい、頭いいと思う、うん、なんかね、調べてるとか実験してるとかね。ねそういう家っぽいしね。この子は、この子について誰か触れてほしい。ねえ、教えてください、この可愛い子。ね。だがそうなると人間が摂取した場合の初期は自覚症状がないってことで。もしもし、何の話かさっぱりわからないんですけど。ん？ああ、だって別に君たちに話をしていないから。え？大丈夫、わからなくても僕は何も困らないよ。マイペース、マイペース。やっぱり変な人。それならこっちの話を聞いてください。私は西の町から来たんですけど、森で道に迷ったんで帰り道を教えてほしいんです。そうだった、そうだった、帰りたいんだ。帰りたいんだった。帰る？町に？君が？そうです。え？そりゃ帰りますけど、もしかして帰り道を知らないとか？帰り道というのが町までの道を指すなら知っているよ。近道も。近道？近道。うーん、このまま行かせてもいいけど、希少な事例だから町の人間の反応は興味深いし。あくまで観察対象として。どういうことなの？何が起きてるの？知ってるならもったいぶらずに教えてください。早く帰りたいんです。うん、そう、そうだ、僕はどっちでもいいや。どうせなら君の判断に任せよう。ミステリアスガイ、はあ、さっきからずっとわけがわからなさすぎるこの人は。ああ、確かこの辺に あったあった。なんか結構ガシャン言ってガシャン言ってたけど。大丈夫？君が本当に町に帰りたいのなら町までの道を教えてあげるよ。ただ本当にそのままで帰っていいの？僕にとってはどちらでもいいけど、統計的に見ると普通の人間にとっては困る状況なんじゃない？んー、どういうこと？はい、鏡。鏡？なんで鏡？私に見ろってこと？早く見て。んー、どうしたの？なんだろうね、なんだろうね、うん、ワク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 、早く見たい？見た。なんで引っ張るの？そこで。よし、うんうん、別に何もないけど、うんうん、あれ
見慣れた自分の顔だし。何もないのか。いつもの髪型。あ、ちょっとここ跳ねてる、うん、それから頭には丸まった角がついてて、うんうん、ん？え？あー！は？かわいい！角？かわいい。なんで私の頭に角が？ちょっと待って、どうなってるの？どういうこと？あ、引っ張ってた。引っ張っても取れない。引っ張ってた。取れないんだ。取れないよ。これ飾りなんかじゃなくて本当に頭に生えてる。みんなびっくりしてるじゃん。この絵かわいい、めっちゃ、うん、後ろかわいいし、かわいい、みずきちゃんもかわいい。なんで、一体どういうこと？僕とお揃いだね。あ、そういうこと？確かに。は？そんな仲間だねみたいに親近感を持たれても、ちょっと変な人だしね、この人絶対。でもかっこいいよ。かっこいいけど、この人の角も飾りじゃなくて本物ってこと？ゆずきちゃん、飾りだと思ってたさ。なるほどね。そりゃ結構変な格好の人だね。余計に変な人だわ、飾りでつけてたら。君に急に角が生えたのは君がさっき食べたリンゴのせいだよ。そうなの？なんなの？え、はい？リンゴ？厳密にはラーバドラゴンのドラゴンアップルを食べたことが原因だね。確かに角生えそうな名前してるね。ドラゴンアップル。ドラゴンアップル。ラーバ？ちょっと待って、ストップ。ん？頭がちっとも状況に追いつかない。そうだよね。というかそもそもあんた一体何者なの？そうだそうだそうだ、かっこいいけど属性は？属性は？そうだよ。いや、そこじゃないわ。待って、読み忘れた。角が生えてるっていうし、なんか変に詳しいし、すごく怪しいんですけど。うん、なんかどんがらがしゃんってなんか物いっぱいあるし。そうだそうだ。そういえばまだ名乗ってなかったな。そうだそうだ。僕はノーブ。そうだそうだ。ここで魔物の研究をしているものだよ。そうだそうだ。え、何が？それで君は町の子？そう、ゆずきって言います。この森に魔物学の課題のために来たんですけど。へえ、魔物学を学んでるんだ。じゃあその一緒に連れているラーバドラゴンの幼体はゆずきの研究対象？研究対象っていうには、研究対象っていうにはちょっと、うん、え、あ、いや、この子は町で違った。え、あ、いや、この子は森で出会った子で、私がこの子のリンゴを食べちゃったから。そうなんです。リンゴ、そうだ、さっき私に角が生えたのはリンゴを食べたからって言ってましたよね。それはどういうことなんですか？うん、なんでリンゴを食べたら角が生えるんですか？うん、そうだな。じゃあこの森に来たところから順番に話して、僕が説明できることなら説明してあげる。お願いします。はい、じゃあいろいろありまして。いろいろありまして、うん、やっぱり僕の仮説は正しかったみたいだ。ゆずきが食べたっていうそのリンゴは、正しくはリンゴじゃない。リンゴじゃない？じゃあ一体何なの？うん、絵が綺麗。顔がいい。リンゴに似ているけど、それはドラゴンアップルと呼ばれる果実で、魔物にとって滋養強壮とか筋肉増強とかの効果があったりする、とても希少な果実なんだけど。へえ。その中でもラーバドラゴンにとって特に重要な果実になるドラゴンアップルは、ラーバドラゴンが幼体から成体になるために必ず食べないといけない果実なんだ。そんな、つまりあれだね、進化に必要なアイテムってことだね。ソシャゲ風に言うと。メガネチャラいけど急に博士みたいに見えてきた。ねえ、見て、耳の形、うん、かっこいい。かっこいい。エルフ系なのかな。うん、おしゃれ。この子のことも知りたいけど ね。ゆずきはそれを食べちゃったというわけ。あのリンゴ、そんな大事なものだったの？ギャウ、怒ってる。ごめんね。ごめんね。ごめんってば。だってそんな重要なものって知らなかったし。うん。怒っちゃった。問題はそれだけじゃない。
ラーバドラゴンを爆発的に成長させるほどのエネルギーが凝縮された果実なわけだ。それを人間ユズキが摂取したことによって君の体が急激に変質していってる。だから私に角が生えたってこと？角ぐらいだったら可愛いけどな、なんか爆発的なエネルギーがどうたらって言ってたから、これ以上変化するの不安だよね。ね、なんなら角が生えただけじゃないよ。君はこのまま放っておいたら、そう遠くないうちに完全にドラゴンになってしまう。西の町に住む女子学生がドラゴンに。あ、完全になるんだ。硫化現象って言うんだけど、僕も実際に見たのは初めてだな。嬉しそう。そんな楽しそうに言わないでよ。どうしよう、すぐに町に戻って病院へ行かなきゃ。ああ、病院での治療は無理だよ。退路を塞いでいく。硫化は病じゃないし、言うなれば種族の転化だから。え、じゃあ私このままドラゴンになっちゃうの？硫化を止める方法ならあるにはあるけど。一筋の光。うん。え、それを早く言ってよ。どうすればいいの？そのラーバドラゴンの住処には世の中の全ての状態変化に効く万能薬が生えてて。すごっ。もしそれを手に入れることができれば硫化を止めることができると思うよ。じゃあどこかにあるこの子の住処に行けば。ところがそう簡単な話でもないんだ。場所が分かったところで人間の君だけじゃ入ることは無理だと思うよ。ラーバドラゴンは人間と共存する魔物たちとは違う。え、そうなの？え、その子と一緒でなければすぐに殺されてしまうだろうね。物騒、怖い、なんてこった。となればその子を連れていくのが一番手っ取り早いんだけど。協力。ただその子も今のままでは住処に戻れない。あ、協力とかそういう問題じゃない。幼体のドラゴンを下界に旅立たせてドラゴンアップルを食べて成体になって戻ってくる。下界？外界かな。外界、うん、まあ、外の世界で食べて戻ってくるんだね、うんうん、これはラーバドラゴン種族にとっての通過儀礼なんだ。通過儀礼、大人になるための、この子はその儀式に失敗したことになる。このまま住処に戻っても門前払いを食らうだろう。そんな、そりゃ泣くわ。そこでこういうのはどうだろう。半分こすればよかったってこと。でもお腹空いてたし。君はドラゴンアップルを探しながらこのドラゴンの幼体と一緒にラーバドラゴンの住処を目指す。だってドラゴンアップルはかなり希少なものって言ってなかった？希少だよ。ただ希少者にも希少さにも差があるというか、そうだな、ドラゴンアップルのエネルギーの凝縮量っていうのは太陽のエネルギーをどれくらいの時間蓄えたかによって決まる。あ、太陽のエネルギー蓄えてる、つまりより強いエネルギーを持つ身というのはそれだけ希少なものになるんだ。つまりより弱いエネルギーを持つ身というのはあまりありふれた、 あるにはあるってことですかね。人間を硫化 してしまうところを見ると君が食べたのはよほどレアなものだったらしい。そうなんだ。それと同等のものを見つけることは不可能だと思うけど、それ以外ならまだ望みはあるって感じかな。そうすればラーバドラゴンの住処にたどり着いた時にうまくいけば成体。たとえ成体になっていなくてもある程度力をつけた状態でたどり着くことができるはずだ。そうなんだ。その代わりそのラーバドラゴンの幼体の記録をこのノートにつけてほしい。あ、個人的なお願いってこと？あ、なるほど。個人的なお願いってこと？ラーバドラゴンの幼体っていうのもかなり珍しくてね、職業柄かなり興味深いんだ。What are you 職業？ Are you 職業？ミステリアスガイ。どう？この提案に乗るなら僕が全面的に協力しよう。いい笑顔。くそ。いい笑顔。そんなの答えなんか決まってるでしょ？うん、はい。わー。気になる。今の。気になる。プロローグだよね。ねえ。濃いな。濃い。やば。
で、ここから冒険が始まっていくってことだね、うん、なるほど、なるほど。いやー、めちゃめちゃ可愛かった、ね、でも可愛いだけじゃなくて意外とかっこよさも編集できて、ありがとうございます。ありがとうございます。属性は何だったんだろう。確かに最初のさ、絵本みたいなカット、うん、あそこめちゃくちゃ好きなんだよね。やっぱ絵がいい。なんかこの世界に行きたいな、ほのぼのした世界なんだなって。あとね、あの部屋、お部屋ロマンですよ。散らかってるところも含めてさ、うん、ちょっとロマンな感じしない、ね、あれは。なんかすごい実験器具がいっぱいあったり、めちゃくちゃよかった。あとドラゴンアップルはね、美味しそうだもん、うん、食べちゃうよ。あれは食べちゃう、うん、うん。アンズというわけで、本日はカカリアスタジオの新タイトル、モンピック小さなドラゴンと龍化の少女のご紹介をしてまいりました。なんだかほのぼのって感じで癒されるゲームだったね。うん、今日はプロローグだけだったけど、もう先が気になっちゃって、あとモンスターがめちゃくちゃ可愛い。ピコの表情とかリアクションがめちゃくちゃたくさんあって、これはもう生きてるってなっちゃった。わかる。やっぱり続きやろう、リアン君。このままじゃ夜しか眠れないよ。それは普通のことだよね。なんてツッコミはしないからね、そんなことよりちゃんと皆さんにモンピックのことを改めて説明しないと。終わったら続きだね。もうそれでいいから。よし、それでは改めて、モンピック小さなドラゴンと龍化の少女は本日より配信開始です。本タイトルは完全買い切り型、つまり一度ご購入いただければ最後まで全部プレイできちゃいます。あとモンピックはいつものカカリアスタジオのゲームと比べて対応機種が多くなってるよ。 iOS と Android に加えて Steam と Nintendo Switch でもプレイ可能。スマホ版を手元で手軽に遊ぶもよし、Steam や Nintendo Switch の大きな画面で遊ぶもよしなので、自分のプレイスタイルに合った方法を選んでね。ねえねえ、カカリアスタジオで Steam や Nintendo Switch に出るのってもしかして初めてじゃない？そうなんだ。だから Steam や Nintendo Switch で遊んだ人はぜひ X とかで感想をつぶやいてみてほしいな。もちろんスマホで遊んだ感想も大歓迎。今後の励みになるので、ぜひどしどし感想をつぶやいちゃってください。お待ちしてます。それじゃあ今日の動画はここまで。せーの、ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。